じゃあ行きますか。こういうパーティーを試運転するときは、まあ、螺旋12層でもいいんですけど、個人的におすすめはね、やっぱ稲妻のね、もしりの殻ですね。ここいいわ、最高。キャラクター試運転するとき、集団戦やりたいときはもしりの殻です。ここ狼獣域ハウンドとかいっぱい出てくるから、侵食状態で結構体力危ないんですけど、カーベ回復できるしな、これいけるわ。もしりの殻おぬぬめ、マジ行くぜ。これで凍結カーベ、凍結開花カーベのいいとこ全部見せられると思う。サイオルコを切って、でこれで凍結ではめて、はい、スキルよく見てろ。あっ、キュー、マジでここの引きをね、あの集団戦やりたいならね、マジでおすすめ。ちなみにあ、スキャン、あ、強えわ。どう、ハマった時の気持ちよさ、えぐくない。こいつはどうだ。で、あとガイアはね、あのスキルのくる持続時間が8秒しかないんですけど、あの敵を2突してれば敵を倒すと持続時間が伸びます。なので敵がワンサカ来る、ここはね螺旋12層よりもね楽しく使っていけるわ。やべ、貫突して、スキルのクールタイムちょっと長い。あ、スキャン楽しい。あ、スキャン、あ、スキャン、すまんすまん。クラゲを置いて、あ、スキャン爆発着光だ。あ、スキャン、あー楽しい。どう、よくない、多分カーベ一番上手に使えてると思う。スキャン、これ無凸ですからね、カーベ。うん、どうすかどうすか。このガイア爆発、サイウルコを、はい、スキャン、あ、スキャン、あ、爆発、脚光を浴びるとしよう。いや、ちゃんと氷砕きでね、氷砕き、あ、あんま氷砕き見てなかった。熟知が1100とか、1000余裕で超えてるんで、氷砕き何ダメージぐらい入るっけ、見てなかったな。